はいどうも、元オルさん塾講師、ミスターエイジョーです。超高速、つれづれ草、みんな人ある星。さあ、このつれづれ草、みんな人ある星、古典は、出るパターン決まってるから、もうパターン使えば定期試験で高得点が狙える単元なんだ。絶対パターン掴んで点数取りに行こうね。内容は、基本事項、冒頭、そしてみんな人ある星、この順番でやっていくからね。さあ、まず基本事項を教えていこう。基本事項は、漢字で書けるようにしてほしいんだ。まず聞かれやすいのは、作者名。いい、作者名。この人、健康法師。別名、浦部健康、吉田健康。この三つが名前になってるんだね。で、タイトルが漢字で書きなさいとも出やすいよ。つれづれ草。生徒のと、自然の善。そして草。ね、これがタイトルになってるんだ。そして、文章のジャンルは随筆。ね、今で言う日記とかブログみたいなもんだ。で、学校の授業で日本三大随筆をやっていたら要注意ね。清少納言の枕草子の、そして、鴨の長明の方丈記。そして、この、健康法師の、つれづれ草。この三つが三大随筆って言って、これを書きなさいなんて問題も出やすいよ。そして、書かれた時代は鎌倉時代に書かれているんだね。こういった基本事項を掴んでおくことがまず大事。さあ、そして冒頭を早速書いていこうか。この冒頭、簡単に内容を言っとくと、めっちゃ暇だから、なんか書き物しようかなと思って、浮かんでくるいろんなことを書いてたら、変な気持ちになってきたよ。こんなお話なんだね。まあ、当時、今から、それこそ、800年とか900年前だから、暇つぶしの内容がないんだよね。ので、何して暇つぶすかって言ったら、もう書き物しかないんだって。ので、なんかいっぱい書いてるよってお話なんだわ。で、その冒頭部分が、つれづれなるままにから始まってるんだ。これ余談だけど、この健康法師が亡くなった後、健康法師の仲間が、この法師が残した本を見て、ああ、これ素晴らしいから、ちゃんとした本にして、世に出してあげようと。でも、タイトルがないよ。なので、この1行目の、つれづれなるままに、から、つれづれ草に風にしたんだってさ。さあ、この内容を見ていくと、つれづれなるままに、これが何もすることがなく、退屈なのに任せて、なんていう意味になるんだ。ほんで、めちゃめちゃ暇なんだっていうふうに思ってほしいの。そして、日暮らし、これ、一日中っていう意味ね。硯に向かいて、硯っていうのは書道とかで使う、あの、墨溜めるあれが硯っていう風に言うんだ。心に移りゆく吉田仕事。ね、頭の中、心の中に浮かんでくるいろいろなこと、取り留めのないことを、ね、そこはかとなく、なんとなく書き作れば書いていると、怪しゅうこそ物ぐる欲しけれ。ね、不思議なことに妙に心騒ぎがすることだ。っていう風になるんだけど、ね、妙に心騒ぎがする。ね、いろんな役があるけど、例えば気分が高揚してくる。高揚ってテンションが上がるってことね。または心騒ぎがする。なんかゾワゾワしてくるとか、ちょっと変な気持ちになる。気が狂いそうになるとかっていう、そんな風な役になってくるんだ。学校でやった役を大事にしようね。ので、いろいろ書いてたら、めっちゃ楽しいっていう風にちょっと危ない感じがしてくるね。こんな冒頭部分なんだけど、掴んでおいてほしい技法法則、めっちゃ大事だよ。これ、怪しゅうこそ、物ぐる欲しけ。この部分を、かかり結び。強調という意味があるんだ。ね、普段、古典っていうのは、今は昔、竹取の沖の順があり、けりみたいな風に、けりとかたりで終わることが多いんだけど、このかかり結びを使うことによって、語尾を、けで、いつもと違う、だから注目して、強調、なんていう風な意味になってくる。ので、このけでって部分を四角で空欄にしておいて、当てはまる文字を選びなさい、書きなさい、なんて問題来るから、怪しゅうこそ、物ぐる欲しけれ。ね、この形、そして、このつれづれ草、にんなじんある星、めっちゃかかり結び出てくるから、要注意して覚えていこうね。オッケー。じゃあ、続いてが、にんなじんある星入っていくよ。さあ、このにんなじんある星、まず簡単に内容説明すると、この文章っていうのは、あるお坊さんが長い間ずっとやりたかったことをやってみたよ。でも、失敗しちゃったんだってお話なんだ。ただ、この失敗に、法師、お坊さん自身が気づいていないんだよっていうお話なんだ。で、そういったお話に対して、作者、健康法師のとある考え方が書いてあるっていう内容になってるんだ。さあ、早速見ていこうか。みんな人ある星が年を取るまで、ね、岩清水を拝まざりければ、拝まざりければって、そう、これ、拝んだことがなかったんだって。何を拝んだことがなかったの？そう、これ、岩清水っていうのは、岩清水八幡宮っていう神社なんだよね。これを拝んだことがなかったんだって。で、それに対して、心よく覚えて、これ、残念なことに思えて、ね、なので、ある時思い立って、ね、行くことにしたんだって。どうやってお周りに行ったのかって、そう、徒歩歩いていたんだ。ただし気をつけて、この古典で徒歩と書いてなんて読む？うん、これタッチっていう風に読むんだ。古典でこんな風に普段と違う読み方がする言葉は絶対要注意ね。そして誰と行ったかって、そう、これただ一人で行ったんだよね。のでたった一人で歩いて岩清水八幡宮と一緒にお参りに行ったんだって。お参りに行ってかばかりかと思って帰ったと。かばかりって、そう、これだけって意味。何をこれだけと思ったの？極楽寺やコーラっていうこの2箇所を見て、あ、かばかりか、これだけだと思って帰ったんだってさと。そしてその後、片江の人に会いてって言ってるけど、片江の人って、そこで仲間なんだね。同じ多分お坊さんだろうと。に会って、ね、年頃思いつること、果たしはびりぬって言ってるんだ。どういう意味か？長年思ってたことをついに果たしてきましたよって言ってるんだ。何を果たしたの？そう、岩清水八幡宮にお参りに行くことだったよね。で、このあたりから役超重要ね。
聞きしみも過ぎて、噂で聞いていたよりも、ね、尊くこそおわしてれ、尊いお姿でいらっしゃいましたと。ね、噂で聞いたよりすごかったって言ってんだけど、尊くこそおわしてれ、尊くいらっしゃったって何があったんだけど、まず行こうか。尊くこそおわしてれ、主語は何？そう、これ、神様なんだ。ただし、文章中から抜き出しって言ったら、これ、岩清水が正解になるからねと。神様のお姿は当然見えないけど、当然本像とかって像があったりするから、その姿が尊かったんだってと。尊いって何って言ったら、最近ね、ネットでは使われるけど、すごいとか、グッとくるっていうことを、尊いなんていう風にね、表現したくあるから、尊くこそおわしけれ、尊く、尊いお姿でいらっしゃったなんていう風に訳すんだよ。で、当然ここでも、尊くこそおわしけれ、この技法は、そう、これ、かかり結び、強調という意味だからね。さあ、その後を、奉仕が続ける、そも、でもね、とね、お周りに来てる人がね、みんな山に登ってくんだって。ね、山に登ってくのを見て、奉仕こういう、何事かありけん。さあ、超大事。何があるのだろうかっていう役になるんだけど、この何事かありけん。ここもかかり結びになってるんだ。か、けんってやつ。で、他のかかり結びと違うのは、これって疑問を表すかかり結びになっているってことに注目してほしいんだ。ゆかしかりしかの。めっちゃ大事だね。ゆかしかりしかの。これ、知りたかったけど、なんだってと。奉仕は何が知りたかったの？そう。お周りに来る人がみんな極楽寺コーラをお周りした後になぜか山に登っていくのが妙に気になったんだって。で、その後奉仕は山へは？そう、行かなかったんだよね。なんで山に行かなかったんだろうか。これ、理由を本文中から10文字で抜き出しなさい。なんていう問題が出やすいよ。これ正解は？そう、神へ参るこそ、ほいなれ。これが正解なんだよね。神様へお参りすることが本当の目的だから、今回は行かないようにしようと思ったんだって。大事なことは、本意と書いて、ほい、だからね。ちょっと可愛いね。そしてその後の、と、ぞ、言いける。ここに使ってる技法法則は、そう、これも語り結び、ぞ、ける。これも強調の語り結びになっているからね。で、最後の一文要注意ね。少しのことにも、先立ちは荒まほしきことなり。これって誰の言葉？そう、これが、憲法法師、作者の言葉なんだ。ので、テスト問題で、作者の考えが書かれている一文を抜き出しなさい、なんて言ったら、もうここしかない。ね。で、少しのことにも、先立ちって何？これ、先導者。つまり、今風に言ったら、ガイドなんだって、導いてくれる人は、あってほしいよね、と。ちょっとしたことでも、誰か導き手が欲しいもんだっていう風に、作者が言ってるんだ。なんで、作者はそんなことを言ってるの？それは、憲法法師が拝んだものが、岩清水八幡宮ではなかったんだよね。岩清水八幡宮はどこにあったの？そう、みんなが極楽寺コーラをね、拝んで、登っていった山の先に岩清水八幡宮があったんだ。でも、奉仕はそれに気づかずに、知らずに帰ってしまったから、ああ、誰か導き手がいてくれたら、奉仕ちゃんと拝むことができたのになっていう風に、この文章が終わってるんだ。つまり、奉仕が岩清水八幡宮をお参りすることができなかった最大の原因を4文字で文章中から抜き出しなさいって言われたら、そう、これ、ただ一人。これが正解になるんだ。一人で行っちゃったから拝むことができなかった。誰かいてくれればよかったのにな、なるんだ。ので、この文章、改めて注目してほしいのは、ね、基本事項のもう覚えておく部分、そして冒頭部分の訳。なので、技法としては絶対にかかり結び。何事かありけん。これ以外は全部強調ね。何事かありけんは疑問を表すかかり結びになっているけど、それ以外は全部強調って覚えておこう。そして、筆者の考えが書かれている一文がどこか。でもって、なんで奉仕が失敗したかの原因の4文字。で、奉仕はどんな失敗をしたのか。ここを掴んでおければ、このテスト、絶対いいテスト取れるから、ぜひこの超高速解説見た後に、概要欄に一問一答、過去問から作った一問一答があるから、ぜひその動画にもチャレンジしてね。一緒にいい点数狙いに行きましょう。じゃあ、今回も一緒に頑張ってありがとう。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。